何をやるかと言いますと、イラストレーター福笑いです。拡大縮小とかをしつつ相手の顔を作っていくという企画でございます。ちょっと怖いわこれ。俺もびっくりしたの。え、待って、俺カドちゃんの顔知らないのかもしれない。って意外とむずいかもこれ。え、じゃあ行くよ。いいよ。全然違う。はい、どうもピチクパチクです。よろしくお願いします。ということでね、リニューアルしたんですけれども、はい、ちょっとね、企画ものを増やしていこうということになりまして、何をやるかと言いますと、イラストレーター福笑いです。うわまあ、文字だけ見たら何のこっちゃっていう話よね、はい、福笑いっていう時点でね、うん、正月からはだいぶ過ぎた夏でございますが、うん、夏には早い、春を越してるまだ桜も咲いてないということで、はい、僕らデザイナーをやっておりまして、はい、イラストレーターとかをね、うん、使う機会があるわけですよ。なので、うん、アナログでやるところをデジタルのイラストレーターに持ってきましたという企画です、うん、あー、ちょっと面白そう。まあね、100分は一見にしかずってことなので、はい、まずはじゃあパソコンを開いてデータを見ていきましょう。はい、ちょっとね、これ皆さんに事前に言っといた方がいいよこれちょっと寄生獣感があるよね。ちょっと怖いわこれ。俺もびっくりしたの。今ね、画面に映ってるのは僕の画面には、そうね、ちょ、加藤くんのパーツがあって、うん、で加藤くんの画面には僕の顔のパーツがあるっていうことで、はい、ちょっと怖いね俺の。やばいよね、うん、俺ちょっとこれモザイクかけるレベルな感じになりそうだなと思って、拡大縮小とかをしつつ相手の顔を作っていくという企画でございます。一旦やってみましょう。はい、皆さんグロ注意で、はい、終わった後は、うん、レイヤーに正解のレイヤーがあるので、それを、うん、目パチでクリックして、うん、合ってるかどうかを確認していくって感じです。なるほど、どっちの方が近づいてるかっていう、近づいてるかっていうね。3分でやっていきましょう、うん、はい、わかりました。いきますよ。でも 見ないんだよね。あ、そう、うん、俺はこのカドちゃんと向き合ってカドちゃんを完成させればいいんだよね。そういうことです。はいはいはい、了解了解。じゃあいきますよ。はい、よーい、スタート。あ、待って、俺意外といける？うん、本当に？これ絵面的には結構シュールな感じだよね。で、そうね。あ、待って、意外とむずいかもこれ。あ、これ。これやばいね。ちなみにね、最初から配置してるパーツも比率は全然違うものになってるから。いや、そうだよね。これ反転とかしたりする？え、やばい。これあんまり笑っていけなさそうなのに。え、これ反転してる？いや、反転してない。してない？そう。え、待って、俺カドちゃんの顔知らないのかもしれない。え、マジでごめんだけど。嘘でしょ？全然近づかない。え、でもね、あれだよ、きっと。シワとかがない分ね、難しくなってるかもしれないの。え、嘘でしょ、これ。やばい。え、やばい。ちょっと待って。本当に言ってる？やばいよ。それやばいよ。本当に意外と知らないのかもしれない、俺顔。え、嘘でしょ。これ結構もう近づいてきてるけどな。あ、残り1分半です。1分？あ、分かった。近づいてきた。あ、なんかね、ピタッとくるよね。もうちょっと、なんかね、すごい寄り目になるんだよね。え、マジでめっちゃ寄り目になる。なんでだ。口ちっちゃいよね。これなんか一回木こりの湖に入った坂本ちゃんみたいな感じになってるかも。こんな感じじゃないかな。あ、やばい、マジで。あれ、もうこれ、いや待って、これなんで。待って、ちょっと違うな。え、けど近い気がするんだけどな。え、なんでこいつこんなに。え、めちゃめちゃむずい、ちょっとこれ。いや、え、嘘、こんなに離れてないはずなんだけどな。え、マジでなんかちょっと違う。あ、俺もできた。これ、あ、もう坂本ちゃんですね。うわー、やばい。あ、やばいかも。いや、おかしい、おかしい、おかしい。それはやばいわ。
これやばい、これやばい。じゃあ俺そのなる前のちょっとの最後でギュッてやっちゃったのよ。いや俺もう坂本ちゃんでしょこれ。いや違うわ。意外とできないのかもねこれね。いやこれ目でかくない？いややっぱりちょっと大きいかなと思ったりはしたんだよな。いやこれはねひどすぎる。 2秒だけちょっと最後にやっちゃった。いいよ。でもこれだわ最後。あこれ近いでしょ。あ近づいてきてる、ま、近づいてきてる。なんかちょっと最後ピュッてやっちゃったんだよ。多分これ最後のファイナルジャッジメント。あこれやりすぎだわ。これぐらいだと思うな。じゃあそれで下半ってことね。これで下半下半はえこれさ下向いてる。いや寄り目だったはずだ確かそれじゃ。いやなんで寄り目のやつ渡すのよ。知ったらむずいじゃん。いやだってよりなんでどうやっても寄り目になるとか言いながら俺やってるのになんで何も言ってくれないの。怖この人。真正面のやつないから俺のやつ写真。じゃあとりあえず正解。いやこれむずいだろ。見ていきますか一旦。そしたらえじゃあ俺のからやる。うん絶対それやばいでしょ。いやだってもう俺だって寄り目だって分かってないもん。寄り目だと思ってやんないじゃん普通。やるよ。だってあなたの寄り目を見たことないの。いや見たことあるよだって。えじゃあ行くよ。いいよ。全然違う。ええちょこれやばくない？全然違うじゃん。あれこれ加藤ちゃんだね。連続してみ。これやば。これひどい。やばいマジで分かんなかった。で口の大きさ同じぐらいじゃない？まあ確かに。いや鼻もうちょっと大きいのかこれ。目でも大体同じだよ大きさ。確かにね目の大きさは合ってるかもしれない。じゃあ坂本くんのやつ見ますね。そしたら、うん、言いますよ。合ってると思うけど。おえでもこれ近いね。どういや加藤ちゃんの方が近いわってことだよねこれね、うん、目でかかったんだ。確かに目ちょっと大きかったわ。なるほどねっていうことでしたよ。ということでじゃあこれはもう結果的には加藤ちゃんの勝利で、もう一つ戻ったりするの持ってきましたよ。あまだある。まだありますよ。あと何本あんの。あと1本です。えちょっとリベンジしたいな。リベンジする。そしたら、うんうん、これを踏まえた上で皆さん引き続きグロ注意で、はい、こっちの方がいけるんじゃないかなって思うの。そう、うん、なんかねやっぱりね笑ってる顔とかよりかは真顔に近いやつの方がやりやすい。うん、ただ今回はねあの新たにパーツが実装されまして眉毛ね。眉毛も増えてます。うん、これこのままの状態で捨て金して欲しい人いないかな。いや怖いよ結構。ちょっと怖いけどね。グロいよ結構。皆さん欲しいっていう方はあのコメントください。はい、あの福笑い俺たちがやった後ゴムのやつか。一応それを踏まえてスクエアサイズにしてるんで。じゃあ行きますよ。はい、よーいスタート。えまた3分だよね。3分です。いやこれね。でもあなんかこれはいけそうな気がする。意外とむずいな。でもむずいもんだね意外と。いやだってこんだけね YouTube の収録とかして見てるのに。なんかちょっと違うか。そうでしょ。1回目よりかはいいかもしれないな。いや俺も1回目よりはいいんだよね。意外と鼻がねでかかったんだよ。あれでもさっきの眉毛しかないかなこれ。えなんか違うな。でもピチパチ写真集でね見てるからね。やばい待って意外と難しいんだわこれ。普通の福笑いだとねパーツの大きさまではあれだからね。やば待って分かんないな。やばいこれさっきの修正点を踏まえつつやったらいけるはずなんだよな。いや パーツ寄ってるからやってたっけなと思って全然。いやおかしいよ。待ってよ。いや あとどれぐらい。ビリシ1分だわあと。いやーやばいな。待ってフクライってこんなむずいんだね。いや難しいわ。えちょっとマジでやばいわごめん。多分あれってさイラストだからさ割と1 あ待って待ってあとどれくらい。21秒。この花本当にお前の花。そうだよ。いやでもこんなもんじゃないか。いやでもなんかもうちょっとこんな花じゃないんだよな。でもあやばい。いやもうちょっと。あ待って待って多分上だ。あやばい間違った。
あ、やばい、あ、けど。あ、やばい、まあ、やばい、やっちゃった、間違った、ちょっと。多分俺なんか意外と合ってんじゃないかなって思うんだけど、それ。ね、合ってそうだよね、これね。うん。どうこれ。これどう。いや、意外と。でもなんか、わかんない。目がでも、こんなに鼻目いったかなって思うんだけど。目もちょっとくっついてる気がするけどね。いや、でも眉毛の位置とかは。あ、目くっついてるかも。あ、なんかそっくりさんって感じだよね。なんかすごいこれ鼻に目いくんだよね、なんか鼻に目いくね、鼻に目いくよね。なんだろうそれ。え、なんだろう。ちょっとだけ修正していい？いいよ、ワンクリック。で俺もちょっと修正するわ。ちょっと下げるわ。あ、来たわ、やっぱりこうだ。目がちょっと高すぎた俺。あ、逆だ。これぐらいだね。いや、なんか凛々しくなったね、ちょっとちょっとちょっと強そう。じゃあ正解言いますか、そしたら、うん、じゃあ行くよ、うん、いやでもその、いやね、目とかは結構合ってるけどさ、眉毛だったね。でそもそも影ないからさ分かんないんだよね、正解じゃないんじゃないのこれ。だって結構近いは近いよね。近いけど、やっぱこういう風に高速にするといや、じゃ眉毛はさ、違うけどさ、眉毛1個分ぐらいだ。でも割と大体合ってるかもしれない、ミッシー白い方透かしてる感じするわ、眉毛上のせいか。いやけど元の画像もまあまあちょっとみたいなところあるけど、まあ、そ、俺でも割と合ってんじゃないかな俺。いやなんか凛々しすぎるけどね、なんか。いくよ。いいよ。え、ほら、え、すごい、すごいでしょほら。あ、これすごい、鼻と口ほぼぴったりでしょ。いやすごいこれ。あ、これは合ってるんじゃない、これは。うん、僕の方が近いんじゃないですかこれ。いやそうですわこれ。なんかでもちょっと右に寄ってるのかな、もうちょっとこう右にずらしてそう、ね、角度があれか。いや角度はね分かんないわ。あ、確かに目の角度若干垂れ目になってるんだ、うん、こうしたらよかったんだ。あ、ちょっと凛々しいもんこれ。なるほどね、確かにまずこんな優しい顔しあ、これすごいわ、近いよね、これすごい近い。いやすごいこれ、学習して。あ、びっくりした、俺これ作ったかと思ったわ一瞬、間違った、こっちだった。いやー、ということで、いやー、くしくも一生いっぱいですね。一生いっぱいだ。いや、ということで面白かったわ。面白かったけど、ちょっと最初は怖かったけど。でも俺も怖かったもんこれ、うん、夜中作ってる最中に確認した時にゾクッときましたよ。ゾクッとくる、この夜中はね。はい、ということで今後とも皆さんよろしくお願いします。お願いします。それではバイバイ。バイバイ。